の元プロラググビーリーリ選手である。選手として1970年代、1980年代、1990年代、コーチとして1980年代、1990年代に活動した。引退後はラグビーリーグのテレビ解説者となった。ラグビーリーグ史上最高の選手の一人と広くみなされている。愛称はキング・ラングパークの帝王。 ルイスは1980年から1991年までクイーンズランド州代表としてステート・オブ・オリジンに31試合出場し、そのうち30試合でキャプテンを務めた。また1981年から1991年までオーストラリア代表として33試合に出場し、1984年から1989年までキャプテンを務めた。 ルイスはおそらく、ステートオブオリジンでの実績で、最もよく知られており、1980年代に優勢を誇ったクイーンズランド州チームの先頭に立った。ステートオブオリジンでは、マン・オブ・ザ・マッチに8回選出された。ルイスは2002年に、オーストラリアラグビーリーグで入りした。1999年、6人目の G ・モータルズとなった。2000年、ラグビーリーグにおける、 オーストラリアの国際的地位への貢献によって、オーストラリアスポーツメダルを授与された。ありがとうございます。